お久しぶり天候国。の、来た来た。翼ちゃん、こんにちは。ああ、言われてみればそうですね。ま、文化祭までは毎日顔を合わせてたからね。翼ちゃんの気持ち、わかります。不思議ですけど、本当に久しぶりに出会った感じ。部会って何を話すの？あ、そういえば私部長さんでした。頑張らないと。これからですか。そういえば私、初めて文化祭を経験してみて思ったことがあったんです。もっと魔王としての知名度を広めなければと。それがゆくゆくは悲願の世界征服につながると劇をやってみて確信しました。私も人に何かを伝えることの素敵さを改めて実感しました。これからはもっともっと表現力を磨いて、いずれは詩の発表会とかに参加したいなって。私も満足。これからって言われると3年だし難しいかもしれないけど。でもよかったよ、この学園で最後に学生らしい思い出を作ることができて。はい、私の目標は今まで通り変わりません。ですが、わかりました。それを実現するためにどうすればいいのか。なんか一歩引いた感じで言ってるけど、肝心の委員長はどうなの？
文化祭、委員長的には満足したのかってこと。少し相談が。廊下で働く。